なと思います。ということで、まずはエミネちゃん改めまして DVD 発売おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどもね、ね、囲み取材がありまして、メディアの方からもね、はい、いろいろ質問されてましたけど、ね、今回の DVD はどんなね、DVD ですか？はい、うん、今回初めてファースト DVD を発売させていただくことになったんですけど、うん、今回のテーマとしてアーレスク東京でのミレイちゃんはもちろんのこと、プライベート感のある洋館で撮ったんですけど、洋館でのプライベートかな、洋館で、そう、プライベートで洋館に行ったよっていう、そう、ね、そうね、普段から洋館に住んでるかと思ったよ。洋館って、洋館って何ですか？洋風の洋館って何？洋風食べ物じゃないですよ、リーシャー、食べ物じゃない、洋館なんて言うて、はい、建物ね、そうそう、でそのどっちもプライベート感も見れるし、うん、仕事してるモードのミレイちゃんもどっちも見れるよっていう DVD になってます。いいシーンしますね、はい、なんかそのなんかストーリーがあるんですか今回？ストーリーはですね、でもなんかまだ見てない方もいるのかな、ああ、なんか見るにあたってこんな感じですよっていうのか。そうですね、なんか私今22歳なんですけど、うん、テーマ、その裏テーマっていうか綺麗なお姉さんっていうテーマなんですよね、うん、だからお姉さんっぽい表情とかを意識してやってみたので、そこをちょっと見てほしいなと思います。普段バーレスク東京来る方はミレイちゃん喋ったんで分かると思うんですけどね、こう、うん、ギャップがね、やっぱね、こうね、おとなしくしてたら大人っぽく見えるし、喋ってみるとなんか5歳ぐらいの子に見えるしみたいなね、うん、そのギャップがいいんですよね。そう、そうとかもう自分でそう言っちゃうからね。だからそれをよく言われるので、うん、そのどっちも見れるっていう面ではちょっとプライベート感のある方の方がいつものミレイっぽいかなって思います。今日こちらで、ね、今ねちょっとこう流れてるじゃないですか、店内のビジョン、はい、これはもうDVD の時に撮った撮り下ろしの中で、そうです、すごいなんか、ね、ビジュアル良くないですか、この時めちゃめちゃいいですよ、なんかめっちゃメイクナチュラルなんですけど、だね、なんか自分のすごいよくメイクさんが綺麗にしていただいたので、ね、撮影したのが夏でしたっけ。そうです、夏なので、ね、めっちゃすごいから、ワンピース、富士山も近くじゃないんですけど、嘘です、嘘です。富士山が見える、見えるところら辺で撮りました。なるほど、ちょっとざっくりしすぎてた。これお風呂とかね、銭湯、はい、そうです、お風呂の中で撮りました。お風呂ってグラビアだと結構撮りがちなんですけど、それでもやっぱり動きながら撮られるってなかなかないことだから、すごい、ね、なんか難しかったです、動き方が。同じくこの間パチスロで一緒にグラビア経験しました。ねえ、ランカちゃんどうですか？いや、ミレイさん、恐れ多くもですね、同い年なんですよね。はい、え、はい、ランカちゃん、マジで生まれ同い年ですから、同い年なんですよ。でも見てこのギャップ、ギャップね、すごいでしょ、いい色に分けてますね。まさかの同い年にね、見えなくて、私YouTube のダイジェスト版でしかまだ見てないんですけど、はい、そのダイジェスト版でも本当になんかこういろんなミレイさんを見れるっていうか、本当バーレスクのミレイさんを見れるし、あ、こんなミレイさん見たいみたいな、その DVD の中で、まあ、DVD の中ですけど、あ、こんなミレイさん見たかったなっていうミレイさんが私見れたんですよ、すごい、なんか、そうだから、なんか皆さんもね、その DVD 見ながら、めちゃめちゃ楽しみながら、なんかもう芸術作品でしたね、お酒と一緒に見たいみたいな、お酒飲みながら見たいみたいな、いや、本当に、コメントが上手ですよ、パチスの師匠会とかで仕事もらえるの分かりました、今。ね、超すごいね、芸術作品ね、素晴らしい作品でした、皆さん、私もね、DVD 見たいんで、早く、うん、見たいなと思います。もうダイジェスト版だけでもすごいな、豪華な内容だなと思ったんで、皆さん楽しみに今日持って帰ってみてください。ぜひよろしくお願いします、ね、ちょっと同じくグラビア経験で言ったら、ちょっとももちゃん、ちょっとね、ももさんもね、いろいろとね、グラビアの撮影ね、はい、やってますけどね、いや、すごいですね、もうなんかミレイちゃんって踊りでもそうなんですけど、すごい指先がすごい綺麗だなって、うん、指先まで見てた思ってたんですけど、うん、なんか私一回ね、記事で見たことあるんですけど、グラビアが本当に上手な人は指先までもう綺麗だって、うん、なるほどね、で、私もダイジェスト、うん、なんていうの、ダイジェストを見たんですけど、もう指先まで綺麗なんで、うん、もうすごい、そこも注目してみてほしいなっていう、もう隅々までみんなに見てほしいです、いいですね、神山ミレイ、指先ミレイね。
ねえ、見せきれい、みんな見えるって、ね、踏んじゃって言い過ぎちゃって、納得したいね、うんうんうん、自己紹介それにした方がいいよ、いつもだけどね、うん、ありがとうございますねえ、明日ね、そうだ、だからね、手話やってる人はこう指先まで意識したりね、それを見られるっていうのもね、やっぱね、うん、みんな意識してるのにあるよね、そのももちゃんは最近どうですか。最近ですか、うん、もうね、いろんなね、お仕事いただいたりとか、昨日もちょっと5時までちょっとラジオとかさせていただいたんですけど、うん、あのこんなところでね、あのちょっと告知するのも申し訳ないんですけども、すいません、今僕ね、今すごい、もうすごいアシストしてました、ゴールラインギリギリのアシストしてました、サッカーね、はい、なんか申し訳ない、あの12月 の、 あの中盤ぐらいにね、あの私の大好きなあの週刊誌に、あのちょっとまだ名前は言えないんですけど、あの載せてもらうことがね、あの検索の決定したんで、言えないの、よかったら言っちゃっていい、ももちゃんいなくても俺が言っちゃっていうのも大丈夫、そう、もう、うん、もう責任持てないから、そうね、伝わる、言ってないよね、言ってないかね、言ってない、あ、こう、あ、こうだ、そう、これ出るね、2回目のね、2回目のね、2回目のシーズンですけども、ヤング人だけの内緒で、ヤング、いや、うまい、うまいよ、すごいよ、うまいよ、どうした、そういうことね、そういうこと、出るんですね、別にね、ジャンプしただけだもん、ジャンプしただけだもんね、スキルギリ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 、ちょっとね、掲載させてもらうことが決定したので、俺がからね、ありがとうございます、嬉しい、おもさん、みねさん、もうコンビニで見ない日ないですよね、うん、そうね、いや、私は本当にありがとうございます、これね、すごいよ、ピカッて私はなんか全然違うじゃん、うん、でもいろんなさ、グラビアがあるじゃないですか、面白いね、なんかね、いろんななんかキャラによってさ、おもちゃんさん、こういうね、ジャンプネットがね、バチの師匠がやると思う、ね、これ言っていいんだ、これから書いていいんだ、もう何回言ってください、たくさん出てるし、あと、うん、そう、あのバーレス東京のグラビアの歴史というかね、言ったら、まずいちごちゃんが写真集出したじゃないですか、そのバトンをつないだのがみのりちゃんがアマゾンランキングで1位を獲得して、日本、ね、そう、なんか昨日偶然お客さんが、うん、あのファースト DVD とセカンド DVD を持ってきて、すごいねと思って、あの明日ね、あの後輩ちゃんの DVD のイベントあるんですよ、なんかすっごい偶然ですねって言って、久しぶりに見たんですけどもね、ちょっとやっぱり、うん、パッケージがすごいです、パッケージがすごいですよねあのもう見ただけで衝撃でしたね、あ、衝撃でしたよ ね本当に、なんかツイッターでね、リツイートするのはちょっと怖いなぐらいのそれぐらいちょっとめっちゃ攻めてたので、あの、はい、セカンドは、そうです ねファーストはちょっと可愛らしい感じで撮らせてもらったんですけど、セカンドがグイグイで、それこそ私も富士山、うん、多分見えてたところだった、旅館、本当ですか、あ、そう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 、多分同じような、同じところ、私もお風呂撮影とかあったんで、多分同じような感じ、いやでもね、みねちゃんのビジュアルが良すぎて、ビジュアルね、本当になんかツイッターとかでね、なんか写真とか見たら、もうちょっと似合う顔というかね、なんかまたこう、うん、こう、なんていうんだろう、入った頃全然こう聞けるって気にしはったじゃないですか、そうそう、めっちゃ思います、なんか入った時も、そんなに太ってなかったんですけど、入って、うん、何ヶ月かして一回めっちゃ太っちゃったんですよ。ああ、去年の12月ぐらいかな。あ、1年前ね。1年前ぐらいに多分なんかあの下にある全身のパネルあるじゃないですか。うん、はいはいはい、あの紫の、まあ、あれの時が一番パンパンな時だったんですよ。あと後で見る。そう、だからすごい、あの時と比べたら多分結構5、6キロぐらいは違うと思います。ああ、すごいね。なんかでもそれは努力してることとかありますか？まあ、あのー、でも一回なんか入院して、そこからなんか体が調整されて、お前入院したダイエットってやつ、そう、入院ダイエットじゃあんま良くないんですけど、うん、なんかそこから多分腸の病気だったんです、その時が、だから腸が一回リセットされて、そこからすごいなんか食べても食べても全然太らなくなっちゃって、逆に今は引き締めたいなと思って、そこの部分だけジムで通ったりとかってするようになりました。おー、なるほどね。引き締めたいとこどこですか？今はでも私お尻売りなので、お尻をちょっともっともっともっと上げたいなって。はい、それではご覧ください。どうぞご覧ください、私のお尻でございます。拍手！
しょう。すごい、どうせ出さなきゃいけないの。グッてのが上がってるから。ね。そううん、昨日もあのアベマのボートレースの時、あ、一昨日かボートレースの時も共演者の人に、ちゃんすごいお尻見えてるよみたいな、お尻すごいねって見えてるよってね、そういっぱいあの褒めてもらいました。本当ね、お尻ね、いやお尻どうですか、なんかさんお尻ね。あの私はパチンコで座るのにちょっと疑問で言っちゃっていいの。やめなさい、そこまで回り再生されなさい。何で書いてるやつにして見せられないって言っちゃった、ね、結構悪くなっちゃって、それすぎてちょっと見せられないです。大事な社長、そういうねえすいません、ね、ねえ、その TC さんはどうですか、なんかプライベートでミレちゃんといろいろね仲良くて、はい、そう、入ったいうかデビューしてすぐぐらいにミレちゃんと仲良くなって、うん、すごい私人見知りで、あの、うん、いや人懐っこく見えるようで、うん、あんまりなんだろう、友達とかできなくて、なんか悲しいことでもあったのか。ここでなんか泣くのか、大丈夫か。そんなことない、そんなことない、頑張れ、ティッシュ。そうなんですけど、うん、そうミネはすごいなんかそれで遊ぼう遊ぼうって言ってくれたりして、うん、結構プライベートで遊ぶこともめっちゃ多かったんですけど、うん、それこそこういうメディアのお仕事が増えて最近遊べる機会、ご飯行く機会も少なくなって悲しい話しかけなきゃいけない。じゃあ、大丈夫だ。でも嬉しいです。プライベートのその2人の関係どんな感じなの？もう一緒にあの沖縄行きました。あ、いい、そういう話が欲しいよね。でもこれはあのなんか、うん、あの沖縄行ったんですけど、すっごい雨の時に行っちゃって、うん、悲しい話しかけない。沖縄雨は一番悲しいよ。そう、雨になっちゃったんですけど、でもそれでもなんか水族館行ったりとか、うん、いろいろソラちゃんは何でも話せる相方みたいなもんです。おー嬉しいね。嬉しいでしょ。泣かないで、もう泣いてない、泣いてないです。そしてずっと黙ってますけど、椿さん、ね、今日もね楽しく泣いてますね。ちゃんと部屋向いてきました。なんかさ、同じ世界世代としてさ、つばきから見てみえちゃんどうなの？でも、結構意外と仲良くさせてもらってて、うん、一緒に撮影とかも行ったりしてて、そうなんです。一緒に浅草行って撮影、でも結構このメンバーはもう、うん、私がオファーしたメンバーなので、はいはいはい、はい、そうだね。浅草行って何したの？撮影を、大地さんに撮影してもらったりとか、あとはなんかね、あのホテル、なんかエアビーっていう、あの可愛い部屋借りて、そこで撮影したりとか、はいはい、あとはい、ご飯とかも、うん、なんか元々決めてなくて営業後に空いてるみたいな、ご飯行くみたいな、あげないけど、ね、そう、お互いなんかあんまりあげないんですよ。趣味だから完全に、なんか普通になんかそれが、あ、なんか行こっかみたいな感じだから、うん、なるほどね。そのなんかさ、俺は椿の方がちょっと先輩じゃん。そうですね、はい、でもミレちゃんと、うん、どれくらい違うんだっけ、1年ぐらい、ミレ7月で、私が11月です。ああ、じゃあそんな考えか。そうなんですけど、私がもともと面接自体は7月に受けてたんですよ。なるほどね。ダーリスク東京に来てて7月に受けてたけども、あのノンフィクションっていう番組があって、うん、それで、あ、上京時期いつにするって言われて、来月って言われたんですけど、その時まだタピオカ屋さんで働いてたから、あ、ちょっとまだ食べてた、ちょっとまだ旅立ちだったんですけどで、まだ仕事もちょっとまだ辞めてないし、あと19歳だったんです、その時。ああ、まだ19、2人ともないでしたっけ。いや、千葉県の方が下です。あ、下か、下です。で、私、あれ、ちょっと19だけど、熊本から上京するってなったら、ちょっと二十歳超えたからがいいよなとか、なんかいろいろ考えちゃって、二十歳になってから上京しようっていうのをお願いして、うん、11月に入店しました。じゃあもうほぼ同期だね。そうです、ほぼ同期です、ね、ほぼ同期ね。もう新世界自体がもうみんなすごい仲いいんで、いいね。なんか椿ちゃんもさ、こうやってさ、なんかこうバトンが回ってきてるわけですよ。いや、私もなんかちょっとやってみたいな。そうですね、あのやっぱまあ、あのまだ DVD 見てないんですけど、あのそらちゃんとね、今度一緒に見ようねみたいな話をさっきしてて、ね、まあ、あの勉強がてら、まあ、人生、人は誰がね、何があるかわからないので、椿はもしかしたら DVD 出すかもしれないので、勉強がてら見させていただきたいと思います。皆さん、あの
この間ご覧になってくれました、あのフジテレビだっけ、あ、ギリギリのギリ様って番組でね、はい、ドキュメントをね撮ってもらったんですよ、はい、でその中でね、はい、こう頑張った、ね、お給料をお母さんと、はい、弟の大学費に渡して、いやもうちょっと最近ひどくてマジで毎月ママが徴収に来るって感じ。いや本当にリアルに言われて家に合鍵持ってるんで、あ、いいじゃない、でもそういう親孝行ですよ、それは。だから椿はね、またこうさ、こういうバトンを受け取って DVD 出しますってなった時に、はい、また正常派の DVD 出す、そう、そしたらその時にほら弟の山田くん店出てきて、ね、そうね、見て、あ、椿ちゃんね頑張ったからこう大学行けたんだってなったらいいよね。いや本当そうですよ、マジで、ね、気合いで泣きますね。DVD のおかげで大学に、皆さんどうぞよろしくお願いします。ねえ、なんか泣ける話ばっかりなっちゃってね。これ一つハッピーなニュースあります。あとももちゃん、ももちゃんの DVD も本日の会場で販売しております。なのでね、来ていただいた皆さんでぜひともね、あの手取っていただいて、手取ってください、ね、ご覧ということで、せっかくなんでちょっと何かこのメンバーたちに質問ある人いますか、いくつかちょっとせっかくなんですよ、うん、あの黄色い人は何かありてるんですか。あ、黄色い、黄色い人は何ですか、何かいるやろ、大丈夫ですか。はい、お願いします。皆さんすごく本当にスタイルが良くって、ミレイさんもものすごく細くって、でも締まってて、そのいつもどういうトレーニングとか、あと食生活とか心かけられてるのかなっていうのが気になって、はい、気になります。美貌の秘訣を知りたいです。美貌の秘訣ね。美貌の秘訣を、じゃあミレイさんから。でも本当にストレスをためないことですかね。お、溜まってない、溜まってない。ご飯もしっかり最近3食食べてます。おー、で、一番好きなのはラーメンです。ラーメン、だから全然ご飯は制限してなくて、食べたいも、食べたい時に食べたいものを食べる。で、なんだろう、私朝多分かきやすいんですよね。ああ、代謝がいいね、皆さん。代謝がいいから、すっごいもう今さっきのやつでも汗だくなんですけど、それくらい代謝がいいから、なんだろう、サウナとかも一時期めっちゃハマって行ってたんですよね、うん、サウナで結構汗かきになったりとか、あと半身浴は結構しますね。お風呂毎日入ってるかもしれない、湯船。ああ、代謝を良くすることが大事なのね。しかもなんかみんな多分何時間、1時間とかだと思うんですけど、私なんか気づいたら5時間ぐらい入ってる時。5時間は入ってんやろ。ふるふるちゃうやん。気づいたら、そうなんか携帯ね、なんか見てるんですよ、 YouTube とか見てるんですけど、見ながら気づいたら、え、もうなんか仕事終わってから来てるから10時とか、朝の10時ぐらいに仕事終わってそのままお風呂入ったらなってて、あ、私こんなに入れるなって記録そう、それくらい汗をかくと代謝が良くなって、あんまり動かなくても太らない気がします。はい、多分秘訣はお風呂の5時間でしたね。ももちゃんは何かしてる？思うですか？うん、ずるいよ、もう頑張って、うん、バーリスク前は食べないとか、うん、あ、それするんだ。やったりとか、でももう別に細くなろう、なんかでもバーリスクで踊ってるから、なんかまあいいかと思って食べる日もあるし、でもお胸は頑張ってる。そうだ、どういう、お胸はもう豆乳ときな粉とプロテインを混ぜて飲んで、あとはお風呂でマッサージしてとか、あとはね、最近ね、筋トレも始めました。あ、すごい、ジムにすごいストーリーを、こんな、ももちゃんが重い持って、こんなしておっぱいは頑張ってます。ちょっと聞いとけよ、お前さん、ちゃんと聞くのよ。ということで、努力してるんです、皆さんね。拍手、ね、かける例えてね。他に何かありますか？せっかくなので、どうでも行きますよ、私。緊張するよね。緊張するよね。うん、気軽にね。まあ、なければ。手を挙げてほしい。はい、はい、よいしょ。はい。皆さん、毎日たくさんのお客さんと会ってると思うんですけども、どうやってそのお客さんたちを覚えたりとか、仲良くなっていったりしてるんですか？
ああ、なんかね、覚えたりする秘訣あって、うん、みのりさんとか結構覚えてる。みのりちゃんはもう気になる、教えてください。さすが、8人目いや、覚えたり、え、でも私も結構初めて来たお客様とかにそのバーレスク東京のその楽しみ方をこう伝授して、でなんかあのステージでこう楽しんでる姿を見て、であの絶対にまた来てもらえるようにして、何回も来てもらってどんどん名前を覚えていくって感じですかね。なんかやっぱ1回だけだとどうしても覚えなかったり、やっぱ最近はどうですか、毎日300人ぐらい来ます。そうだね、今ね、今の12月で忙しいですかね。そうなんです、うん、なので、まあ、全員が全員覚えられないっていうのは正直なところなんですけど、でも絶対また来てもらえるように、つながるように絶対楽しんでもらうっていうのは心がけてます。声かけてもらうのはやっぱ嬉しいですね。あ、めちゃめちゃ嬉しいです、まあ、ね、あ、そうですそうです、きっかけがね、あのね、お客様もあの覚えてもらえたらみなりちゃんって呼んでもらえたりとか、そう、そんな感じですかね。ね、みのりさんって、ね、あ、みのりさんって、ね、ありがとうございますいつもありがとうございます、いつも覚えますね。はい、なんかどう、椿とかどうなの。椿は、やっぱその1回目来て、その1回で2回目も来てくれた時にその人の顔を覚えてることあるんですけど、名前がやっぱ出てこないときってあるなって思ったので、最近はなんか必ず一緒に写真撮るようにして、それ写真送ってくださいって言って、みんな大体 DM とかで送ってくれて、あのいついつ来た何々ですって言って、なんかその時の情景とか多分書いてくれるから、それで結構割と思わます、ね、うん、一緒の写真撮って大事だよ、もっとね、大事だね、撮ってくれて嬉しいもんね、やっぱね、それですね、ぜひとも一緒にお写真撮ってあげてください、お願いします。はい、あやしゅ、最後、じゃあもう一人で行こうかな。はい、ありがとうございます、手が取れます。あ、ジャイアンツのお兄さん、はい、すいません、質問なんですけど、僕出身地が出雲市で、出雲大社でおなじみの場所なんですけど、出雲大社は神、いや、あの縁結びの神様でおなじみのところなんで、どんな時にいわゆる出会いを求めたいなっていうことを全員に聞きたいんですけど。ありがとうございます、それは私に任せてください。出雲から縁結びに来たらすごい一気ね、どんな時に出会いを、出会いですか、出会いなんかやっぱ全員聞こう、あれじゃない、あのイベントごとの時ですね。イベントごと、クリスマスとかさ、はい、迎えるとやっぱ寂しくなってくるんですよね、やっぱいないから、やっぱなんか今年の一人かみたいな、ちょっと笑わないでもらっていいですか。まあ、そこら辺詳しくはね、あのラリパンチャーネット YouTube でそうですね、いっぱい YouTube でイベントごととか、やっぱその街でやっぱバーレスクとかにもカップルで遊びに来てくれる方結構いるんですけど、そういうのを見てなんか、とかね、やってると、あ、なんかいいなーって、なんかちょっと一瞬借りてもいいですかみたいな感じになっちゃう。なんで寂しくなるか知ってる？人と比べるからね。なるほどね、さすがバツイチ、ありがとうございます。すいません、バツイチを経験します。人と比べるのやめてから生き生きとしております。はい、続きまして、つるちゃん。でもやっぱ隣の芝は青く見えるんですか。そうだね、なんか私20歳なんで、周りがみんな大学生で、うん、もうめちゃめちゃ遊んでるんですよ。なるほどね、なんかそういうなんか見るとあのいいなってやっぱ正直思いますね。思う、なんか楽しそうだな。そうだな、なんか小さい時になんか出会いが思いますね。出会いがいいなってなるね、いいなって、何でだか分かる、はい、人と比べてるからね。ありがとうございます、バツイチ。続きましょう、ミレさん。はい、出会いですよね、うん、出会い、なんか私が出会いなのかちょっとわからないんですけど、うん、前熊本にいた時の同級生とか先輩からめっちゃなんか連絡来るようになりました。ああ、地元の人は知ってる。いや、なんかその今まで全然なんかあの本当同じクラスとか、うん、それくらいもうあんまり話したことあるのかなこの人ぐらいの人とかに、なんか最近元気にしてるとか、で、あの、ね、っていうのが、なんか分かります、あの私のプライベートのアカウントから来るのだと思ったら仕事の方から来るんですよ、うん、で、なんか俺、神山ダメと同級生って言ってた。そう、そう、なんか
その、なんとか君と結婚する予定だからよろしくみたいな感じで、友達？そう、いきなり来て、うん、これは何？え、私は結婚式に行けっていうことそう、そういうのかな。だからすごい、なんか、あ、結婚、周りがし始めてるんだって思って、うんうん、まだ早いでしょ、意外と、なんか熊本とか地方はちょっと結婚早いんで。あ、なるほどね。でも結婚はしてから大変だよね。あ、あれ、ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、ほうちゃんはどうですか。え、これはあれですか、いつ恋人が欲しくなるかみたいな話ですか。まあ、そこまで聞きたい。どういうところに出会いを求めますかっていうことですね。はい、はいはいはい、はい、うん、うん、なるほど、うん、なるほど、ね、あ、だからまあ1日300人ぐらいね、人を相手してるけど、うん、やっぱどうやってこうね、こううまくこう、なるほどね、なるほど、もう答え出てませんかそれ。何も言えない。なるほどね、って思ってちょっと聞いちゃったから。なるほど、ちょっとね、深いなと思って。でもそうだよね、壁作らないでやっぱ一歩一歩から。いやでも本当にバーレスクのおかげで、うん、私東京来てから絶対寂しいんだろうなって思ってたけど、バーレスクのおかげで本当に、うん、だからあの逆に私バーレスク出勤してないと病んじゃうんですよ。あ、もうなんか私なんて誰にも愛されてないんじゃないかみたいな。結構みんななるなと思います。え、そうですよね。なんかみんなが頑張ってる、私は家でなんかテレビ見てる、あれ大丈夫かな私の、なんか寂しくなっちゃう。本当、隣の DC とかも寂しそうにしてる。大丈夫ですか。泣くなよ。え、わかるなと思って。わかるなと思った。ね、寂しくなる、ね、なんか寂しいって言えば、あ、頑張らない、え、なんだろう、出勤しないと私はみんなと追いつけないとか、ちょっと自信ないから。だから悲しいなんですか。大丈夫ですか。すごい人だから、自信がないだけ。でもこうやってさ、いろんな人に応援してもらってるから、はい、こうなんかこう支えられてるなっていうことを実感してるでしょ。はい、めっちゃ思います、うん、そう、うん、それみんなのおかげで私はこのメンバーの中にも入れてるんだなとか。ねえ、なんかどの言葉選んでも悲壮感が出る、るから。何があったんだろう。でもいいよね、こうやってやる、こうそういう印象もみんなね、支えてくれてるわけだよね。ありがとうございます。ねえ、本当そう思いますね。ももちゃんだからね、こうたくさんこうさ、前 DVD のさ、ももちゃんの歌もあったじゃないですか、はい、あの時もたくさん皆さんが応援してくれてね、本当に幸せ者だなって。最近あのクイーン・オブ・バーレスクっていうバーレスクの総選挙みたいなものが開催されてて、今私25日から毎日のようにバーレスクにいるんですけど、さすがにね疲れてくるんじゃねえかなって思ってたんですよ。でもね、もう笑顔が絶えないんですよ。本当にみんなに会えることが本当に嬉しくて、もう本当に入れてよかったなって思うし、みんなと出会えてよかったなって思う。素晴らしい。ももちゃん見てると 100% 本気でやってるなっていう人だと思う。 100% 本気でやってる人ってね、楽しいから。本当に楽しい、もう本当に幸せ、うん、それをね感じます。そこにねやっぱ人ってついてくると思うかね。理事も 100% 楽しい。え、何をですか。いろいろだよ、いろいろだよ、いろいろだよ、いろいろ楽しみます。面白い DC 今日なんか。はい、ということで、皆さんね、ありがとうございます。こんなに喋ってていいのかな。まだお時間大丈夫ですか。ということで、そうそう、じゃあもうお時間かなとなりますので、ちょっと最後に、じゃあせっかくなんでこの場をお借りして、なんか告知とかなんかこうあったらぜひしてください。なんかじゃあ、なんかありますか。あの、あさって、うん、テレビ東京で25時からですね、あの衝撃今夜もドル箱を出させていただくんです。マジで。そうだよね。本当に。本当本当。おめでとうございます。ありがとうございます。どんな感じのロックですか。え、純烈さんと一緒に歌った。マジで、すごいね。うん、でね、うん、そう、私でもあんま言えないんですけど、めっちゃ出てます、本当に。めっちゃ出てるか、映ってるか、本当に皆さん見てください、ぜひお願いします。お願いします。
あと YouTube のラミバンチャンネルやってます。あ、はい、そうですね、バンチャンネルでもぜひ見てください。3人で頑張ってるって。はい、もう結構内容はあのカットばっかで、本当に黒田さんめっちゃカットするんですよ。あ、ここなんかの発言こうカットでみたいな、ね、もうなんか僕がチェックして OK なやつを流してもらってるんですけど、まあね、あの YouTube だからってね、言いたい放題やるから、お前それちょっと使えないんだって半分ぐらいカットしてますからね。あ、そうですよね。ギリギリやってるから。よろしくお願いします。はい、もうね、地もカミングアウトしたら YouTube でね、地は OK なのにさ、そこはいいの。そうでしょ。はい、じゃあ、椿ちゃん、なんか椿ニュース。こんなでかいのないんですけど、あの12月16日に、あの初めて私、55に、あの行く、あ、どこ、あ、銀座ジュニアス。あ、ジュニアスね。に、そう、20歳を迎えて初めてあの55に。初めて55。そう、全然なんか、らしくないと思うんですけど、一応呼んでいただけたので、皆さんお待ちしております。はい、銀座ジュニアスで、ね、結構大人のね、たくさんいるからね。そう、皆さんもぜひ。クリスマス見て盛り上がってるんですよ。はい、遊びに来てください。はい。します。じゃあ、じゃあ、ももちゃん行こうか。はい、ももは、先ほども言ったんですけど、12月にさっきの、あの、あれ。あれです、あれがね、あのね、ちょっと発売になるので、あのできればね、手に取って、であのアンケートを書いてくれると、あのそちらのあの週刊誌に、あの週刊誌にの表紙するのがすごい夢なので、あともう一歩なんで、よろしくお願いします。お願いします。アンケート同じね、アンケート同じね、お願いします。はい、DC。 はい、DC は DC 理想感、理想感はないです。12月14日、15日の2日間で、あのバーレスク東京入って2年になるので、2周年イベント。そうなんですよ、2周年おめでとうございます。ありがとうございます。バーレスクで4年目、4年目くらいかな。なんと2日間、すごい、2日間、やばいよね。やばいよね。どうやった大使全部なったら、監視全部なんかそっちなんで、うん、1日目、2日目ってどういう風な感じ、こう分かれて。1日目はなんか DC 空って、やっぱ水色、なんか雲空みたいな、うん、水色をテーマにしてイベントをこう、衣装をちょっと水色を増やしたりとか、うん、水色っていう感じで、分かるかな。分かるよ、分かるよ。15日の2日目は、私、生まれ大阪で、大阪にも終わったから、ちょっと大阪イベントで演目もちょっと大阪にちなんだやつやったり、通常ショーもちょっとなんか大阪ってお笑いなんか吉本があったりして、だからちょっとなんか、いや分からへん、 OK もらえるか分からへんけど、ちょっと考えてるのはちょっとなんかくだらない感じやりたいなみたいな、うん、だから楽しいと思うんで、よかったら行ってください。DC してるけど、よかったらじゃなくて、はい、ぜひ来てくださいって言ってくる。ぜひ来てください。よかったじゃん。ぜひお願いします。お願いします。緑さん。あ、なんか。あ、いや、緑さんって言ったの。あ、緑さんね。緑さんね。はい、私あんまり告知はないですけど、あの、日々ね、あの、もう今年2022年、あと1ヶ月ぐらいですか、うん、もうあのバーレスク東京最後までみんな駆け抜けていくので、あの日々あのショータイムね、あの全力で踊って皆様のこと楽しませる所存ですので、2022年最後までみんな来てくださったらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、もちろんね、今年もバーレスク東京は31日コロナを迎えて1月の1日から営業しておりますので、はい、皆さんね、どうぞ、今年も年末ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後にリレちゃんお願いします。はい、一番の告知がこの DVD イベントなんですけど、うん、それとまた別でってことですね。もちろん、もちろん。12月の28、29で、あのこの前アベマのボートレースで、あの6位以内に入れなかったので、もともと決まってた仙台 S プラスさんに出張に行くことになりました。あ、なるほど。だからもうあんまり匂わせてきてなかったんですよ。あ、なるほどね。仙台に行くんですね。そう、仙台もともと決まってて、特番と どっちなんだろうってギリギリまで分からなくて、
あの6位以内に入れなくて特番じゃなくて補習授業の方に補習授業あの下から3番目以内の女の子だけで番組をやるらしくて、あ、それはいつですか？それはまだ日にち決まってないんですけど、はいはい、また後日あの多分クロちゃんにめちゃくちゃあのバン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 怒られながらボートレースをお勉強するみたいな、なるほど、授業があるらしいので、はい、せん、あ、ディッシュも、ディッシュもせんだけど、さあちゃんと一緒に行きます、あ、一緒に遊べるってもうさ、そうで、小仕事で行くんです、遊べるじゃないですか、ダメね、お願いしますね、だからあの仙台あの初めて行くのでよかったら来てくれると嬉しいです、はい、来てください、はい、じゃあクロトさんもあるやん、あ、そうだ、そうなんですよ、ね、12月7日誕生日です、おめでとうございます、なんと黒田さんもスプラあるんで皆さん、はい、あんまりあれだったらあれかと思ってリコーランかなんか書き言ってくれればね大丈夫です、そうリコーランに黒田って入れてくれれば、黒田あるんですか、とってもう黒田バーベキューちゃう、黒田やりましょう、あるの、うわうわ需要あるのみたいなところじゃん、でもこの日しか見れないショーがいっぱいあるんですよ、 あそのために私出品するんで分かる、みんな、ね、3部がちょっと2部がね満席なんですけど3部がちょっとあのもうちょっと入れるんで3部にちょっと面白いことを昔やってた面白いことを、私とティファニーさんが出品するってことも分かりますよね皆さんね、おもろい、あれですよ、ね、やるんで体張る系ですね燃やす系ね、はい、お待ちしております、待ってます、あ、というかあのプリちゃんと誕生日一緒で一緒にやらせていただくんですけど、もうあのお祝いももちろんあのプリちゃんメインでお願いしますんでよろしくお願いします楽しみに来てください、はい、ということで、以上大丈夫かな、はい、皆さんはお連れいただきましてありがとうございました、ありがとうございました、ビブリのトークショーでした、ありがとうございました、ということで、すーちゃんね、一旦じゃあ楽屋の方で、ね、はい、お色直ししてきてください、またお呼びします、じゃあ、